はい、皆さんこんにちは。今日はまたまたその AI をお話しするんですけれども、サムネにもあるようにベスト制作法ということで、これからまとめていきたいと思います。というのは、僕の GPTs もたくさんありまして、だんだんややこしくなって、どれ使ったらいいの、そういう方もおられるんでですね、一つ一つ第一のやり方というのを今日からお話ししていきます。自分の一番合ったスタイルでやられることを2つ3つの方法で覚えていただく、そのような話にしたいと思います。というのも、ご存知の通り、その AI が最新の V3α というバージョンになりました。まだ α なんでバグなんかもあると思うんですけれども、まあとっても素晴らしい機能アップもしましたので、ぜひ皆さんも使っていきましょう。今日特に後半でお話しする話、これはですね、もう一つのラインを超えたというふうに考えていまして、今まで以上にですね、スノも、そして GPTs も、もうインフラと思ってですね、もし音楽が好きならば課金してでもやっていった方がいいような時が来たっていう感じが僕はしています。じゃあ今日は早速話をしていきたいと思います。スノ AI に行く前に、僕の GPTs、これにはスノ AI に関わるいろんなものがあるんですけど、今日のパート1というのは、まずはプロンプトからやるということでいきますので、歌詞を作るという方法でやる人は次の動画までお待ちください。でもどちらも覚えておくと便利な機能を今日はご紹介したいと思います。また概要欄にも貼っておきますので、今日まず一つ目に使う GPTs は Suno AI プロンプトジェネレーターというものです。ここ見ていただいた通り、もう300人ぐらいの人が使ってくれています。僕はテストに使う数回ですので、200何十人かの方はこれを便利に使ってくれているということです。じゃあこれをやっていきましょう。スノー AI がバージョン3になりましたので、ここに V3 対応というふうになっています。それは何かというと、今回の目玉機能であるインストゥルメンタルモードというのに対応したということです。ちょっとこのスターターからやっていきましょう。スターターを押すと5つのメニューに対して聞いてきます。ちょっと読みます。その AI のプロンプトに最適化した形式で英語でプロンプトを提案しますので、カスタムモードにしないでソングディスクリプションに貼り付けてくださいということです。1行目、今回新しくなりました。歌曲またはインスト曲ですか、どちらかを選んでください。ただし、このインスト曲というのも有料ユーザーしか使えません。まずは歌曲というのをやってみましょう。そしてタイトルをつけましょう。夏の海が好きとしました。ジャンルは J-POP。 そして主に使用する楽器、アコギとします。 GPT はアコギというような短縮の言葉でもですね、ちゃんと分かってくれます。中心としておきましょう。そしてボーカルは女性にしましょう。はい、女性だけでもいいし、女性 V としました。ここらももう短縮でやっていきましょう。そしてプロンプトを送信します。そうしますと、黒いエリアに英語のプロンプトができてくれました。 Make the lyric in Japanese というふうになっていますね。そこからずっとつながっていくんですけれども、タイトルは夏の海が好きで、主にアコースティックギターをフューチャーした J-POP の曲を作成してください。女性ボーカルを想定し、夏と海への愛を表現してください。こんな感じの英語が書いてあるということです。コピーコードをします。はい、ちょっと念のために一番最後がどんな風になっているか、最後 C で終わっています。
これを素の AI に貼り付けます。ここがカスタムモードと普通モード、これがチェックされてないモードですね。これがあります。前に作ったものが残っていますけれども、ここに貼り付けます。最後ザ・シーまで全部入りました。このエリアには英語で200文字入るということになっています。もし長すぎて途中で切れたような時、そんな時は英語の得意な人はうまく丸めてください。ただし途中になっていたとしても音楽はほぼほぼ作れますので安心してください。そしてインストゥルメンタルモードは選ばないでください。これ無料ユーザーの人にはこのスイッチはありません。今回は歌曲をやります。そして次は V3α というのを選んでいます。ここ V2 というのもありますが、課金ユーザーさんは V3α を選びましょう。そしてコンティニューを押します。今までと違って約倍ぐらいの速さで生成ができるようになっています。20秒ぐらいもあればだいたいこの2曲を作ります。はい、できたようですね。ちょっと聞いてみましょう。太陽の光が Thousands lives 海面に輝く Around the surface of the sea 心を はい、こんな感じの英語混じりの歌詞を作ってくれました。下の方を聞いてみましょう。砂浜を歩いて裸になって太陽が照らす海の香り君のぬくもりに寄り添いたい夏の海が好き心波に揺れる線の思い出あの日が蘇る涙がこぼれる海辺が海辺でワイヤー夏の夕日を見つめねその海がはい、こんな感じになんか途中でですね、かなりアコースティックな部分ができたりしてちょっと変わった曲を作りましたね。まあこのように作っていけるわけです。でも今回は僕の想定よりもですね、まあ変則的な音楽ができましたので、ちょっと先にですね作ってあった曲、これを聴いてみましょう。例えば春はウキウキというようなこれですね、ちょっと聞いてみますね。アニスに買った冬があって夢見るような春の日がやってきた桜の花が感じのノリノリな曲も作れます。もう一つ聴いてみましょう。この風が吹く心を満たす笑顔があふれるこの季節にはい、こんな感じにできます。ただしですね、もう素の AI を使われてる方はできることは大方分かってたんです。でも今日の一番の聞いてほしいことは途中で音楽をつなぐという話です。今までと違ってですね、今までは一曲できました、その後ろにひっつけるというやり方だったんですけれども、こんな裏技が使えます。はい、ここに心を満たす春の海
という第一ブロックを作った音楽があります。ちょっと聞いてもらいましょう。緑の葉っぱに光差し込んで心が満たされるような春の空気、太陽の光が指先に触れる新しい始まりのようだ、溢れる笑顔を取る。はい、この溢れるのところですね、ここで一つの区切りがありますよね。よくもう一度聞いてくださいね。ちょっと手前から鳴らします。ちょうど20秒あたりのところです。はい、20秒のところでした。じゃあこの音楽をですね、この右の3点メニューから Continue from this song、 これを選びます。この後つなぐという意味です。これを選んで、この後ろですね、continue from というので、これがつくようになっています。その時に必ずここを V3 にすることを忘れないでください。そしてこの続きの歌を作りましょう。それってどうしたらいいか。これが僕がまた GPTs を開発してあるんです。ここでコピーソングリンクというリンクをコピーします。これでクリップボードに記録してくれました。そうしまして、Snow AI 続きの歌詞専用ビルダーというような面白い名前の GPTs があります。そしてこれもここに書いてますように V3 対応にしてあるんです。そうしまして、ここで Snow AI 歌詞作りの続きを手伝って V3 対応というスターターがあります。これを押していただきます。了解しました。Snow AI 歌詞作りについてお手伝いをします。まずは Snow AI で作成された曲のシェア URL を教えてください。それをもとに歌詞の分析を行います。ということでね、勝手に Snow AI を読み込みに行ってくれるんです。先ほどクリップボードにコピーしました URL をコントロール V もしくは貼り付けで貼り付けます。はい、こんな URL です。これを送信します。はい、今分析しています。タイトルは心満たす春の光 J-POP メロディックアップリフティング、このようになっています。そしてここでコーラスは何番まで提案しましょうかということで、今1番はできているわけですから2番を作ってもらいましょう。はい、このようにコーラスの2番というのを作ってくれました。時にはバースコーラスも作ってくれるし、これはですね、その時によっても違います。そして、この続きの歌詞というのをコピーします。そして、スノの方に行きましょう。そうしまして、今度はカスタムモードに自動的になりますので、そこに歌詞を貼り込みます。そうしまして、またインストゥルメンタルではありませんので、このチェックはしないでください。スタイルオブミュージックは今と同じ風にしたいので、これは分析しました。これを入れておきましょう。はい、全く同じのを入れておきましょう。これあんまり大きな影響はないんです。なぜかというと続きですから、そしてここが重要なポイントです。先ほど20秒のところから変えたいと。例えばそこまではイントロがあるというような時もありますよね。もしくはこっから転調したいから雰囲気変えたいとかいう時には、ここに J-POP じゃなくってジャジーなものを足すというのもいいじゃないですか。ちょっとそれをやってみましょう。ここで J-POP をやめてジャズという風にしてみましょう。どんな風になるか面白いですね。で、まあタイトルは適当につけておきましょう。心満たすという風な名前にしておきます。 J-POP だったはずをジャズに変えたい、いわゆる雰囲気を変えるということですね。その設定をしたらですね、ここから一番重要です。ここ一番見てくださいね。この Continue from の時に V3 モードではここに時間を入れれるんです。例えば先ほど20秒からつなぎたいと言いましたよね。ですからここに0020、もちろん半角で入れてください。このようにしましてコンティニューを
していただくわけです。やってみましょう。はい、今度はちょっと早送りをさせていただきました。聞いてみましょう。はい、こういう風になりました。2つ目聞いていただきましょう。はい、ジャズではないけれどもちょっとサックスを入れたりしてできましたので、この2つ目を完成というふうにしましょう。そしたら1とパート2をつながないといけません。その時はこの3点メニューから Get Whole Song、 これを選びます。するとつないでくれます。このつなぐのにはクレジットポイントが減りません。出来上がりました。2つをつなぎましたね。さっき先頭の部分は20秒だけ使うというふうにしました。ですからちょっと聞いてもらいましょう。緑の旗に光差し込んで、心が満たされるような春の空気、太陽の光が指先に触れる、新しい始まりのよう。いいじゃないですか。うまくいきましたね。はい、もう一度これが本当にうまくいってるか。例えばここで先ほど20秒って指定しましたよね。それが20秒なのか21秒なのか。これ1秒ってね、音楽の世界では案外長いんですよね。1、これですよね。ですから 21.05 なのかとかいうようなことを考えたときに、本当にうまくリズムが合ってるのか。これってものすごく深い話になりますよね。いわゆる小節の頭でバッチリつなげられるかということなんです。それを確かめるように聞いてみましょう。ちょっと戻しておきますね。10秒のところから聞きます。20秒のところまで僕がクリックを口で喋ります。聞いてみてください。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。はい、バッチリじゃないですか。いいですよね。皆さんにバッチリというところをいろいろ見てもらおうと思って、実は前もってひっつけてあるものがあったんです。聞いていただきましょう。これも同じように20秒のところでつないでいます。聞いてみてください。緑の旗に光差し込んで、心が満たされるような春の空気、1、2、3、4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 。はい、行きましたね。もう一個聞いていただきます。緑の旗に光差し込んで、心が満たされるような春の空気、太陽の光が指先に触れる、新しい始まりのような。 1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。どうですか？こうなればどんなことが考えられますでしょうか？皆さん DJ ってご存知でしょうか？僕は一応下手くそですけれども DJ の機材も持っています。昔のターンテーブルではありません。
デジタルの DJ ですね。DJ というのは曲が変わってもほぼ同じテンポで流れるようにですね、ヘッドホンは右と左が反対にくるりんと回るような DJ 用ヘッドホンがありましてですね、ターンテーブル1で今音楽が流れてる。そしたら今度は片耳でですね、ターンテーブル2の音を聞いて、今の音楽とちゃんと合うスピードはどうすればいいんだということで、ターンテーブルの速さを今流れてる音楽に合わす。これが重要なんです。そうしないとですね、いい調子でダンスを踊ってるのにですね、突然ターン、ターン、ターン、ターンって言ってんのに、こんなゆっくりなられたらですね、もう腰抜けみたいなダンスになっちゃうわけですね。もちろん狙ってやるときは別ですけれども、同じリズムを刻むようにするというのが一つのセオリーになっています。だからそれができればですね、このようにジャズとまではいきませんでしたけれども、曲調を変えましたよね。そうしたらこのように音楽を途中途中でちょうどいいところぐらいで、例えば40秒のところでつなごうということで、そこからはもう少しドラムをたくさん入れたような音楽をやろうというようにスタイルのところに入れてもらうわけですね。そうすることによってそこから違う雰囲気の音楽を作れたりします。もしそれでもダメな時はもう一度作る、もう一度作るというふうにして、いい感じの曲が出来上がるまでうまいことやればですね、途中で変わってリズムだけはキープされるという音楽が作れるようになるんです。例えば転調をするとかいうようなこともできると思います。僕もまだ何日か前にですね V3 になっただけですから、たくさんのテストはできていません。でもこれから皆さんも一緒にいろんなテストをしてみましょう。そして今まででももう僕はプロ級の音楽ができてると思っています。皆さん AI はなかなかつまらないなとかいう人もいてることも十分知っています。もちろん作る楽しみというのは半減するかもわかりませんが、音楽を仕事としてやっていますので、一週間かかって作ってもそれが売れないというか人気がない曲しかできない。そういう時もあるんですね。でも、スノー AI の音楽って、クリエイトというボタンは課金していたりしたら、10回続けてコン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 と押せるんですね。その度に2曲できるんですね。ということは、約、まあ20秒とは言いませんが、30秒か40秒でですね、20曲パターンができるわけです。ということは、1曲1秒で作ってるような状況になるんです。これ以上、上手な音楽を作る人はいてると思いますが、僕は正直この1分もかからないうちに20個の音楽を作れて言われたら、今までずっとプロの音楽のプロデュースとかもやってきたわけですけど、その僕でもこれ以上のものを作ることはできない。これが正直なところです。それはもう少しマスタリングを変えたりとか、まあいろいろ楽器を足したりとか、そういうことはあるのは重々皆さんに言われなくても分かってますよ。でももう僕はそういう時代じゃだんだんなくなってくるんではないかなというふうに思います。そしてこれがいつかMIDIで書き出しができるとかいうことになったらですね、ものすごく便利になってくる。もうこの AI のスピードは止めれないぐらいになってきます。コツ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 楽しみながら作るという人はそれを続けていただいたらいいと思いますが、たくさん作って YouTube に上げて、そして副業にしようとかいうような方にとってはですね、この便利な AI をうまく使っていただいて実績を上げていただく、それも一つの方法、僕はそんな風に思っています。今日は一番目玉のつなぐというところを今まで以上に強調して見ていただきました。まあこれを実際やろうと思ったらチャット GPT も課金をして20ドルですね。そしてその AI も年払いだったら8ドル、
1ヶ月払いでやるんであれば10ドルですけれども、そういうふうに課金をしてしないとですね、たくさん試してみる、失敗した時にもうちょっといいの作ろうとかいうことはできませんので、課金するしかないと思いますね。スノの場合1000円ちょっとのお金ですので、皆さんももう試してみてもいいんじゃないかな、そんな風に考えています。今日はご視聴ありがとうございました。またこれからも研究していきましょう。そして次の動画は歌詞作りからのパターン2というのをやりたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録なんかをしてベル通知なんかも押していただいてですね、楽しみに待っていただけたらありがたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。